こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ隠居してもう7年になるわけですけども、隠居しながらも利益を取り続けることができるのは、そう、投資があるからなんですよね。投資の中でも最も簡単で学びやすいのが FX だと思います。で、今回は FX で利益を取る、そのために見分ける2つのポイントを動画でまとめたのがありますので、ご覧いただきたいと思います。そして最後の方ではですね、私の FX 専門で運営している FX オリガルヒ、これプレセールから始めて今半年になりました。本セールスは令和5年の1月1日からになります。そうすると価格がぐんと上がりますけども、今までの半年で十分コンテンツは積み上がっているので、当初の金額35万円からさらに値引きして29万8千円で、令和4年12月31日まで提供してさせていただこうかと思います。まあ、まずはね、無料動画で稼げるんだったら言うことないですから、今日は無料動画をプレゼントしますので、少しお付き合いください。それではこちらです、どうぞ。どうも、速稼塾の久保でございます。今 FX の今日の時点、8月31日の朝8時のチャートを見ていただいております。このドル円のチャート、1時間に対してどのように利益を取ってきたのかという、そのメカニズムをね、テクニカル的にお話していこうと思います。この動画、一般公開動画になってますので、 FX に興味のある方はどのようにしてね、 FX のプロトレーダーが稼ぎを繰り返しているのかっていう、その糸口を掴んでいただければと思います。まずですね、このチャートを見たときに、何もわからないままでは何も見て取れないんですよね。人がどこで利益を取ってるのかっていうポイントは、まあ主に2つあります。じゃあ1つ目を紹介しますね。ボックスって言いまして、大体同じような値動きを横ばいで繰り返しているところが2箇所見つかります。こんな感じで箱を書きますね。これがボックス、まさに箱。レンジとも言います。レンジってのは幅って意味なんですけどね。これが1つ目の稼ぎの場所です。これについてはまた後ほど詳しく説明します。二つ目の稼ぎの場所はどこでしょう？それはですね、トレンドと言われている一方的に物事が進む方向ですよね。このトレンドがいつ始まるか、その見分け方っていうのはブレイクと言いまして、このボックスと言われている箱がありますよね。この箱の上限と下限を、いずれかを突き抜けた時です。上限っていうのは上の、この、上底ですね。底ですよね。で、もう一つが下の線、下の箱の下底と言います。上底下底っていう言い方をね、しますけども、漢字で書いたら上底、これですね、上の底、下底っていうのはこういう風に書きます。以降私の相場解説では上底下底という風に説明しますね。で、上底を抜けた場合はそこからトレンドが始まってブレイクする、壊れるという意味なんですけど、ブレイクすると言います。そして次の落ち着く場所まで一方的に進むんで、ここで利益が取っていけますよっていうことなんですよね。エントリーというのはどこでお金を入れるか、そして利確ってのはどこでお金を引き上げるかってことになりますので、まあ理想的にはこういうふうに線を引いた範囲が利益を取る場所っていうふうになります。これが一つ目の利益を取るポイント、トレンドに乗るっていうことですよね。で、二つ目が、なんとね、このボックスの中でも利益を取ることができるんですよ。というのが、ボックスの範囲、今は完全に完了した形だったんで分かりやすいですけども、これがね、チャートを形成中に見分けることができれば、こういうことができます。上底の上のあたりに来た時には、セル、つまり売りを入れて、家庭のこの辺りに来た時は買いを入れることに対して、買いを入れればその分だけ値動きが始まりますから利益が取れていく。上底からこの範囲でセルを入れた場合、売りを入れた場合はこの範囲で売りが伸びていきますから、やっぱり利益が取れるということになりまして、ここが利益ポイントになってくるわけです。まあ主にね、往復ビンタって言って、このレンジをうまく使うと値上がりしても値下がりしてもずっと利益が取れるっていうことになるんですよ。これを細かく解説するのが FX オリガルヒで、実践に即してね、これからレンジが張ります、始めますので、レンジが始まるから上底に入ったらセールを入れましょう、下底に入ったらバイを入れましょうというふうにお話してます。そしてある一定のレンジのレベルを抜けたらブレイクが始まりますよっていうふうな予告もするんですよね。そうすると時間の合う方はブレイクしたところで、買いを入れればこの辺だけ取れていきます。そしてどこで止まるかっていうことなんですけども、まあ、頂点を迎えて、今度はこのレンジのボックスの上底に達して、トレンドの動きが止まるわけですね。その時はまたリアルタイム解説でお話しするんですけども、ここでは長くなるんで、割愛させてもらいます。そして同じようにここでもですね、下についたら買いを入れて、上についたらセールを入れての繰り返しで利益を取れていけるってことになります。で、こういったのを繰り返して FX の利益を上げてるんですよ。ですんで、メカニズムとしては非常に単純なもので、まあこれ以外で稼ぎのポイントって基本的にないんですよね。だからこの2つ、ボックスかトレンドを扱い切れればもう利益を取りますし、なんだったらボックスだけ、トレンドだけ、どちらかだけ攻略しても利益を取り続けることができます。まあ、あとはね、どのタイミングでどう入ればいいのかとか、ロットの調整とか、リスクリワードとかっていうところが出てきますので、その辺がね、やっぱり物事を順序よく進めて組み立てないと頭こんがらがって余計に負けるわっていう話になっちゃうんでね、正確な理解が必要ということになってますね。それでは今日はですね、 FX の
講義を軽く5分くらいでまとめてみました。何かのきっかけになれば幸いです。で、ここから告知になりますけども、現在 FX オリガルヒ絶賛開催中です。この今週の月火水で利益を取った方はどうやって取ったかっていうと、一部ね、この FX オリガルヒを上手に活用してくださった方がいるんですよ。もちろん一部じゃなくて全員が活用していただきたいんですけども、それぞれ生活スタイル違いますんで、チャートに貼り付ける方とかね、たまにしか見に来れない方、勉強中で今はロットを入れてない方でね、ありますんでね、みんなが儲けましたよっていうつもりはありません。ただしみんなが力をつけました。で、どのように力をつけたかってことをちょっとお話しますね。これ見てください。9月8日、本日ですけども、すでに2時に、相場解説更新してます。警戒してくださいよっていうふうなタイトルつけてますね。で、9月7日は更新がすごくたくさんありました。およそ1時間半に1回ぐらいの更新ですね。つまりは1時間軸で私たち勝負してますから、1時間ごとに情報や判断の更新があると、ついていきやすいんですよ。ね、メディアの方の取り上げられ方も、ここでね、お話してますしね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。昨日は10本の動画。もうつまり、常に私のね、エントリーが見れるような状態ですよ。で、相乗りして儲かるわけですよ、そうなると。だから、相乗りをして儲かってくださいよって話じゃないですよ。私の判断がどうテクニカルに基づいてるのかってことをいちいちお話してるんですよ。全部見なくても少しずつ分かっていきます。はい。で、これが昨日ですよね。トライアングルブレイクで141円達成するんじゃないかってあっという間に行きましたよね。で、こういった部分とかね。で、月曜日はなんで警戒するべきかってこともお話しております。で、別の週のこともね、こうやって動画にしてます。どんどん残してます。だから1日にね、少なくとも5本、多ければ10本の動画更新してますんで、もう常にリアルタイムみたいな感じですよね。判断に迷うときは私の判断を聞いて、さらに自信を深めてエントリーってことになると思います。横について話すってことはなかなかできませんけども、似たような感覚で FX オリガルヒは、学んでいけるんじゃないかなってことを考えたら、今ね、あと1人か2人ぐらいはなんとか受け入れていけると思いますんで、まだ枠があるうちにお悩みの方は参加されたらどうかなと思いますけどもね。はい。じゃあ FX オリガルヒの29万8000円セール期間は9日までということにさせてもらってますんで、お、明日までじゃないか。明日まで。はい。よろしくお願いします。